ちゃん、音楽パーティータイム、はい、はい、今月も始まりました。また鼻声です。そうです。もうこの時期になったらもう恒例ですね、うん、名物、はい、うん、もう引かずには折れないというか、ね、それどうなんやろうか、はい、今月ももちろん、はい、野崎参道商店街野崎本和歌スタジオから私落語家の住川博士と竹内まりなでお送りさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ほんまにあの風が冷たくなりましたね。めっちゃ寒いですよ。ね。今日ちょっと服間違えたなと思ってきました。間違ってましたね。めっちゃ薄着じゃないですか。そうなんですよ。しかも毎朝これパンツ履いてないじゃないですか。パンツは履いてないけど。生足ですよ。生足ね。そりゃ寒いわ。スパンも関係ないと思う。いや、あるよ。そこはそこあるある。いや電車の中でもね、はい、もうミニスカートめっちゃ短いの履いてはる女の子予算いっぱい入りますけど、あのパンスト履いてますよみんな、うん、履いてる時もありますよ。じっと見とったら履いてる履いてるわからんからじっと見てたらちょっと変な人やからやっとこう。いやどうかなって確認せんのためでしょ。いやいやちょっとあの変な一応ね報告されるかもしれないからちょっと寒いか、ね、寒くないか、ね、もうなんか体めたくダメですよ。風ですわ、うん。この間寝るとき困りますね。ああ、私この間ねちゃんと布団出したんですけど、はい、それたち薄かったみたいで、もう一個毛布出しました。毛布？毛布。暑ないですか？いや、ちょうどよかった。僕はね、あの子供用のあのクマとかなんか書いてある、あれでひよことか書いてあるタオルケットのやつあれなんですよ今。絶対寒いですよね。それでこんなになってるんですよね。ダメですね。それが分かったですよ。原因分かってるじゃないですか。タオルケットなんです。あかんかんかん。なんかタオルケットで寝てるのを想像したら可愛いでしょ。いや、あんまり可愛くないですね。お金引くし。まあね、うん、まあ現実はあんまりこの時期というのは、うん、油断しとったらすぐ風邪ひいちゃうしね。そうそうそう。いやでもね、若干風呂上がりとかやっぱ暑いんですよ。私この間お風呂上がりに、はい、髪の毛乾かすように寝てもって次の日も風邪引きでひどかったですよ。それは絶対ダメです。もうなんかほんま皆さん気をつけてくださいね。それは僕前言いましたがね、なぜ打ち水が効果あるかというのあれなぜかというとね、暑いこのアスファルトに水をまくとね、水が蒸発するでしょ。あんまり涼しくなるんですよ。ちゃうねん、はい、最後まで人の話よ。そう勝手に解釈したらあかん、科学的な根拠があるねん。もうそろそろ行きたいな。分かる分かる。もうこれだけこれだけ言わんのはあかんやん。何やねんたたいでね、アスファルトから、うん、蒸発するでしょ水が、はいはい、あれなんで蒸発するかというと、アスファルトの熱があるから蒸発するんです、うん、要するにアスファルトにこの染み込んだ熱を吸収して蒸発するんです、うん、それと一緒の原理でマリナちゃんが髪の毛洗ったそのまま乾かしたの寝てしまった。当然蒸発しようとするね、水はその時にマリナちゃんの中の体温を奪って蒸発するんです、うん、だから体が冷たくなって風邪をひくという原理なんです。何やねんそれ。すごいでしょ。はい。これ、まあね、気をつけます。はい。それを気化熱、気化熱って言うんですよ。はい。覚えておいてください。講義始まるの。いやもうその講義はしないですけどね。覚えておいてくださいよ。はい、話なんです。はい。はい。では、はい。今日のゲストですけどね。今日ほんまもうね、何も気使わんでいいですかもう。ああもうね。はい。本日のゲストですけどね。はい、ラジオパーソナリティ、はい、そしてまたイベントの MC などでね、はい、幅広く活躍されております。はい、まああえて。ポチさんと言うときますけど、はい、最近はポチさんではなくてね、本名の方でもね、なぜかその辺の心境の変化をねちょっとお聞きしたいなと思ってますけど、はいはい、まあ声の商売といいますかね、はい、活躍されてますポチさんです。はい、お願いします。どうぞお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ではポスさん、はい、まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、フリーで、イベントの MC 司会などをしております、ポチと呼ばれておりますが、最近は高橋桃子と本名で名乗っております。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ポスさん、はい、はもう4年ぐらいになるんですよ、付き合いがね。そうですね、はい、結構ね、長くなんか長いですね。長いね、はい、初めて出会ったのが大阪の池田市というところでね。そうですね。なんか植木のイベントで MC しようと思ったんです。農業祭。農業祭ね。農業祭ですね。でそこで、はい、僕がね声かけに行って、またいろいろねイベントあるんで
もしよかったらどうですかということですね。そうですね。最初なんか怪しい声かけられた、ね、怪しんでましたけどね。変な人です。いやいや、ね、見てきたらね、ちょっとね、ちょっとね、でも可愛らしい笑顔が好きだなと思った、ね、でも急に来てというか、うんね、今の時代ほらソーシャルネットワークで何とでもほら連絡取れますやん、うん、で嘘のイベントなんかね、でっち上げて女の子こう、はいはいはい、そんなもんできますやん。だから実はお会いしに行ってね、ご挨拶させていただくのが好きというか礼儀かなと思って、ねうんうんうんね、直接来ていただいたのでびっくりしました。ね、それからまあいろいろとお世話になっております。あとね、やこちゃんもお世話になってますけども、うん、ほんでね、はい、まあマリオさんにもちょっとから聞いていただきたいんですけど、はい、ポチという名前でずっとやっとったんですよ、はい、で、なぜポチかというのは、うん、しょうもない理由やでね。そう、しょうもない。これね、ハクシュウさんとイベントすることにオープニングで何回話しすか。今日も一応聞いておきますか。一応ね、なぜポチと呼ばれるようになったかという、はい、その振り返れば小学校3年生の時ですよ。長い、大昔ですよ。皆さん、ランドセル背負ってますね、うん、今いろんな色出てます。今カラフルです、はい、まあ、その時は真っ赤なランドセル背負ってます。赤と黒じゃなかった。でね、皆さん給食袋ついてるでしょ。横にちょっとね、はい、覚えてますか、給食袋、うん、ね、パンなんか入れて、パン入れて持って帰ったらね。はい、で給食袋を友達が引っ張ってポチって呼んだんですよ。で、そっから広まったっていう、うん、しょうもないでしょ。そう、だから俺もマリナさん、そこにね、こだわったんですよ。はい、そのね、うん、なぜポチと呼んだかという、僕ね、これはもうポチさんにね、もう前、はい、確信に迫る意見を言いました。はい、実は、ポチさんの知らんところでポチと呼ばれとったんですよ、もう。あ、すでにね。もうすでにね、ポチやれって。うん、もう、まあ、犬のポチなのか何なのか分からないですけど、ポチやポチやと。思わず、その友達が出してしまった。出してしまったよ、ポチって。ほんまはももこかなんかね、ももちゃんか言うと思ったんでしょ、うん、ところがポチって言ってしまったと、あんた何言うてんの、ポチって言うたらやばいやんってなって、もうバーッ言うわ、もうここまで来たらいいやろみたいな。そうそう、おそらくそうなんですね。という白州さん論でございます、はい、まあ、いろんな論がある中でね。はい、まあ、それでね、ずっと、まあ、気に入って、それからずっと長いですね、ポチと呼ばれて長いですね。小学校3年生、9歳からなんで、もうそれは中学校でもポチですか。ああ、もうずっとポチで、高校でも中学校の時、あだ名紹介っていうか、ありましたよ、事務所から呼ばれてましたみたいな、その時にポチって呼ばれてましたって言ったら、もう皆さんもポチって呼んでいただいて、そうですね、中学校の時に宿題で、はい、自分の名前、自分のサインの印鑑を彫るみたいなのが、うん、ありますね、工作、美術ね、ね、はい、私、桃子だから、ちょっと桃のね、形をかたどった版を作ったんですけど、はい、なんでって言われました。ポチポチ、あ、なんでポチじゃないのか、先生いや、せる、いや、友達に友達先生が言ってたら、もう、あれですよ、桃の形今だったら大問題で言われるくらいね、まあ親しみが相性が、でも自分でも気に入ってるんですよね、そうやってポチって名乗って、ね、MC とかね、うん、やってるぐらいやから、うん、もうそうですね。あれポチじゃなかったらどうしてました。いや、もう下の名前は普通にももこで、もしこうやられた時にポチやからまだ可愛いじゃないですか。あ、逆に、うん、ミケとか、ミケ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 ではまだ可愛いやん。とんでもない名前とか、チビとか、チビも可愛いやん、可愛い、うん、何やろう、ブスとか、いやいや、それはわかります。それで名乗っていく方がどうかしてるんですか。そうですね。まあまあ、それはさっと大きいです、はい、うん、はい、しょうもないことですから、でそこからお名前もね、はい、はい、で、なぜね、こうおしゃべり、ね、イベント MC であったり、またこうパーソナリティで、ね、そういうのを目指すというか、うん、憧れを持たれたんですよね。そうですね、そのきっかけですよね、はい、わあ、中学校ですぐらいに入るまで特に何もなりたいものって特になかったんですよ、まあ、はい、小学校の1年生とか幼稚園の頃にお花屋さんになりたいとか、そういうのはありましたけど、まあ、大きくなるにつれて何かになりたいってことは特になかったんですけど、で中学校3年生ですかね、はい、ぐらいの時にラジオをと聞きまして、はい、あ、ラジオ聞いたという、その前にですね、あのお姉ちゃんが専門学校の体験入学に行ってくるわ、はい、言ったんですよ、うん、で、なんか面白そうだなと思ってついてったんですよ、うんうん、で、そのお姉ちゃんが受けた科目がそのラジオの講習で、はい、で、その時にラジオ面白いなと思って、うん、で、だから中3ですね、中3の夏頃に、はい、ラジオっていいなと思ってラジオ聞き出して、うん、で、今に至ります。ちょっとあまりにもなんかこう関数にまとめすぎて、こっからトーン
はい、その間何か言うかあったでしょ。きっかけはもそうですね、あの専門学校にお姉ちゃんについてるから面白いと。いやだからね、まあそれはそれで分かりましたよ。でも今はね、FM 花子さんの方でも、はい、ね、出演されたりしてますやん、はい、その辺のところですよ。なぜ花子さんにそうやって出るようになったのかとか。ああそうですね、で中学行って高校でも放送部に入ってもうラジオをしようと思ってて、はい、うん、で卒業して少し専門学校の方に行って、その頃ですね、その頃ミクシーが流行ってたんですよ。ちょうど、はい、でそこでなんか地域のあの輪を広げてったところで、はい、こういうラジオ局がある、うん、地域密着度、はい、FM 局があるからどう、うん、って言われてそこに入ったのきっかけです。それが花子さんやったんですか。そうですね。へえ、なるほどね。花子さんの歴史は長いですもんね。そうですね、23年、ね、コミュニティ FM は日本で2番目に古いんじゃないですか。そうです、そうです。北海道で、ね、本州としては1番目ですよね、はい、うん。で、実際にどうでしたか、その花子さんで。されてみて最初は本当に緊張しましたね、はい、最初受けたのは収録だったんですけど、はい、僕らしてみたいな、やっぱり生の感じが大事みたいなのもありますけど、はい、もう一回やりたい、もう一回やりたいみたいな、うん、本当に緊張してましたね。うん、今はもう慣れたもんでね。でまたね、はい、マリナさんも森口のイベントよく MC もされてますしね、ボス、はいはい、さんもそうですしね、ご一緒にね、うん、どうなんですかお互い。お互い、何ですか。いや、ね、お互いは森口でよく喋ってはりますし、何かその辺のなんかこう敵対心みたいなないですか。ないですね。勝手にね、こういうの怒りたがりなんですよね。仲良しですからね。あ、そうなのか。そんな仲良し見えへんけどな。でも、かといってまだ確かにね、めっちゃ仲いいかと言われたら、ほらほらほら、そんなにお会いしたことがないですよ。だからといってそこで敵対心だから別にないですか。そんなこともないですし。いや、それ聞いて安心してもらえます。いや、それ聞いて安心して私も出ない。気使いますからね。いや、絶対使わないですよね、これ。いや、使いますよ。これ、いや、これ、これ、ね、絶対使わないですよね。あのね、マリナさん、ポスさん言ったってくれて、失礼なんですよ。うん、私に対して。あんまり尊敬の念がないです。はい、いや、尊敬がいっぱいあるからこそ言えるんですよ。いや、そうかな。そこから尊敬してるからこそ。いや、それだったらこれとかね、あれとか、ね、もう、ペットとかね。あ、そういや、ポシさんもそうやもんね、ぶさって切るもん ね、 ね、結構俺、結構みんなにそういう扱いされてるじゃん。切らないとね、刺さないんですよ。刺さないんですよ。いつ終わるんだ、その時間があるからね。確かにその通りです、うん、その辺は反省します。まあでもこうやってね、自由にやる方の時間を切っていくね、はい、いいバランスで、それが大事ですよね、バランスがね。はい、はい、だから実際ポシさんね、今、うん、前にこんなん持ってきてくれてはりますけど、はい、ちょっとその辺も紹介していただいて。そうですね、普段そう、今 FM 花子ではアシスタントとして、はいはい、働かせていただいておりまして、はい、アシスタントをちょっと喋るのではなくて、皆様のリクエストですね、うん、取ったりとか、はい、交通情報取ったりとかなんですけども、うん、FM 花子でその時間帯がですね、午後の1時から、午後7時ですね、はい、までの番組を担当しておりまして、月曜日、水曜日ですね、うん、で金曜日は午後3時からの番組を担当しておりますので、はい、ぜひね、あの FM 森口、あの、はい、ガラス、スタジオが、うん、そうですよね、はい、見えますもんね、外から皆さんに観覧していただいて。ってことはそこ行けばボスさんが働いてるんですよ。見えないで、こうやってあの横の端の方でパソコンカラカラ出して、あ、コミケに仕上がってね。なるほど、あそこのポジションですか。そう、あそこのポジションで頑張っておりますので、ぜひね、あのそちらも、あのラジオもすごい面白いんで、はい、皆さん、うん、あのパーソナリティごとにそれぞれ個性があって、はい、いや本当にね、私この仕事をしてね、得、もう何だろう、仕事としてすごいお得な、一番のリスナー、いや、もう皆さんの方がね、うん、そのリスナーとしては深いですから、うん、私なんかまだまだ浅い、まあ、そばでそういう楽しい話をこう聞けて、役得役得、なるほどね、いいところでよかったそうそう、楽しいラジオを放送しておりますので、はい、皆さんぜひともね、あの聞いていただきたいと思いますけれども、はい、でラジオの自分が喋っている、はい、ああそう、ポスター自身がね、うん、はい、ものとしてはですね、10月の15日土曜日、はい、今週来週
今週ですね。今週の土曜日の、はい、午後10時から、今日ね、はい、夜の前に10時から、うん、白州さんとね、はい、一緒に出ております。ラジオ岸和田の、つるつるの恩返しという番組ですね。こちら、うん、収録で1時間の放送となっておりますので、はい、ぜひこちらもよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、10月30日の日曜日午後3時から FM 花子にて、はい、生放送1時間、はい、こちら、メインの DJ パーソナリティとして放送させていただきますので、うん、またぜひあのこちらも観覧できますので、あ、これタイトルは、タイトル「花スタカフェ」という、花スタカフェ、はい、これポッター一人でするんですか。こちらメンバーが週替わりになっておりまして、はい、まだちょっとメンバー決まっていないんですけど、はい、私がメインで、あとメンバーと一緒に放送させていただきます、はい、生放送ですね。生放送10月30日日曜日午後3時からです、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、うん、あと FM 森口続きで、はい、次11月6日にですね、はい、11月、なりまして、うん、6日の日曜日森口市民祭りが、うん、森口市でね、はい、会社駅前、はい、行われますが、私はちょっとラジオの方は出演しないんですけども、はい、その時あのブースでラジオなどなどを振るうというね、あの FM 花子が聴けるラジオですよね、はい、はい、聴けるラジオなどの販売、はい、の店舗にちょっとお手伝いに行きますので、なるほど、そこでもお会いできると思います。はい、よろしくお願いします。皆さん露出してはるね。そうですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、皆様のおかげです。そして、11月27日ですね、はい、こちらはつるつるの恩返しなんですけど、はい、まあ、まだ11月の末なので、はい、ぜひぜひまた告知させていただきますのでお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よし、なんかしゃべったというか、いっぱい出てきましたね、どんどん、うん、本当にありがとうございます。いえ、ありがとうございます。で、どうなんですか、これ以外に何かポスターね、まあ、今、花子さんのポスターになってますけども、うん、何かこんなこともしてみたいとかあるんですか。ああ、こんなことも、今実は LINE スタンプとかも作ったりして売ってたり。あ、そういや、あのポスターもね、はい、あれなんです、マリナーさんのところ の、 あの妹さん、はい、かわいいね、あいかちゃんもそうなんですよ、あのデザインのね、こうかわいいフライヤー作ったりしてあるんですけど、そのポスターもそうなんですよね、そうなんですよ、結構達者でね、そういうの、うん、そうですね、あとホームページもあの HTML で作ったりとか、うん、だから依頼を受けてそうですね、作ってって言われたら、うん、何でもいろいろと。そんなポスターの、その例えば、はい、その LINE スタンプですね、欲しいって思ったらどうしたんですか。やっぱサンプルも見たいじゃないですか。ね、いきなりこんなポスター可愛いって変なスタンプやったら嫌やつね。いや、それが使い道ないやん、こんなの。いや、まだちょっと試しにやった感じなので、はい、なんていうか、クオリティ的にはそんなに、うん、一応販売はしたみたいな感じなんです。そういうのがまたレアなんですよ、後々最初の最初の最初の出来の悪いブサイってなんかね。どんどん何でもそうですよ、漫画でも、最初と最後と見たら全然違うよね、クオリティが。でも最初のなんか懐かしかったりね、あんなんかこう書きつくんですよ、うん、いや、でもちょっとライフスタッフについてはまだもうちょっと成長してから、出し惜しみさましたね、探したら出てくるかもしれない。そうですね、なるほどね、ちょっと見たいような気も、そういうのも提案したかな。あとまあイラストなんかもね、書いたりアニメ系のイラストも大丈夫ですし、風景画も描けますし、そうです、あと似顔絵もね。あ、そうなん、得意で似顔絵も、マジで似顔絵もマジでそれは今無着衣ついてるそれは初耳やあ、ほんとですか、結構あのリアルなのであったり、あのでもあのもう少しデフォルメしてって言われたらデフォルメもできます。そんなやったらああいう手作り点1とか、そうなんですよ、出したらいいじゃないですか、出したい。あと編み物とかね、手芸も得意なんですよ。へぇすごい、本当にマルチマルチやりたいなと思うんですけど、その販売までには行き着かない。僕この間お一人ね、はい、あの編み物作家の方、お会いして出てもらうんですよ、出店ね、で編み物で作ったピアスも美味しいで作ったされとったんです。可愛かったですよ。あ、でも作れるかもしれない、めっちゃ可愛かった、
でも、あんまかぶったらあれやからね、やっぱそのこと優先してあげたら、もっとしたらちょっとごめんね、はい。やっぱりね、びっくりしたよ。なんかすごいこういう可愛いものを見るじゃないですか。可愛いものを見たら、これをどうにかして作りたいって思ってしまうんですよ。これも思います？あ、これはもうフェルトのあれ。これ可愛いですか？これだから可愛いですけどね。とかでね、作ったりしてみたいな。実物も大変ですよ。可愛いでしょ。可愛いから。これ、ね、中入るもんの身になってましたよ。それ言うたらあかん。これはこの子なんです。こういう生き物ですから。いや仮にね、うん、もし入ったら大変かなっていう、そう思った、そう思っただけなんです。はい、わかりました。いろいろやってるということですね。いやでもほんま、ポスターね、そんなやってやったらね、あれで一回そんな出店やったらいいんですよ。出ないとね、自信につながらないですよ。そうですね。次にだから家で作ってはどうしようかなみたいな。あかんかそれや。作品が増えていく。いや、うん、作品でも。ちゃんとちょっとでも売れたら自信につながりますよ。ね。マネージャーなんかないですかそういうの。私。自分でこう作って売れそうなの。作る。私不器用なんですよ。それはもう分かってます。めっちゃもうめっちゃ不器用ですから。そう。不器用なんでね、資料作るぐらいしかできない。ほんま不器用やからね。もうね、びっくりするぐらい不器用です。消しゴムハンガーぐっちゃぐちゃ。自分の方がないみたいな。触らしたらあかんほんの。その代わり囲碁は強いんですよ。おー、強くはない。ね、強くはない。ハイハイタウン囲碁クラブでも。違う違う。ちょっとね、試し、なんかね、最初の初心者コースみたいなのやらせていただいたんですよ。ね、9マス、9マスぐらいで。シークさせていただいただけの。でももうね、もう終わりやってなってんのに、いやちょっと待ってください言って、もう眉間にしようぜって必死ですやん。負けたくない勝ちってできんし負けたくない。向こうの人がもう下巻いて、そうは筋やるなと。どこまで飛躍するの。いや言ってましたよ。言われてないからねえ、はい、でもね、でもそろそろね、マルシャン話はどうでもいいんですよ。はい、もうね、お時間ですか。そうそう、ね、お時間がね、早いですね。早いね、そうですよ。ポスター、なんか告知はもうないですか。告知、そうですね、なんか言っておきたいこと、花子さんのイベントとかでも。そうですね、まあ10月30日午後3時から、はい、花スタカフェ、よろしくお願いします。あ、もうやっぱり今それが必要。わかりました。あと、ソーシャル、ちょっと読んでいいですか、ね。あ、はいはい。20分経過ということで、多分この今ですよね、うん、いくちゃん、はい、いくちゃん42、はい、がパチ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 って、ね、あ、ありがとうございます。いくちゃんさん、僕よくご存、はい、よく存じ上げておりますから。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いつもよろしくお願いします。いくさんでしょ。いくさんですかね。はい、そうなんですよ。わかんないです。多分マニアちゃんも知ってます。多分絶対知ってます。いくさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですよね。そうですね、見ていただいてね。そうです。せっかくね、ここも本若スタジオ野崎というね、はい、駅、野崎駅の近くでやっております。はい、またこれね、書き込んで、ソーシャルにも書き込んでいただいたらね、はい、他の人も見てくれる。そうですね、という感じなので、ぜひいいことを書いてください。ぜひ見てる方は書き込む、そして広げるっていうのをね、うん、やっていただけたらと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。ではポスターね、はい、もうぼちぼち時間が来たということでございますんでね、今後もやっぱりね、ラジオでまたこう舞台、ステージなんかでの MC もされていくとは思います。ですんでね、まあ今年もね、もう残り少なくなってきましたけどもね、来年の抱負、来年こういうことに挑戦したいとかね、そういうのをね、ちょっとカメラに向かって大々的に宣言していただきたいなと思いますけども。そうですね、はい、来年はじゃあもう少し貪欲にパーソナリティの活動もしていきたいなと思いますが、そのね、さっき言ってた小物を作って、出展もちょっとね、そうやね、絵もたくさん描いて、はい、っていうのをしてみたいなと思います。ポッターはね、絶対テロの人から出てほしいな。どうなんだろう。いや、もう何でもいいです、手作り、手作り商品で、ただね、被るのも出てくるかわからないからね、その辺はちょっとまあいろいろ気をつけて工夫しながらね、まあ、僕も消しゴムハンコで黒猫堂さんという方がおられるんですけど、音符をかぶってるんですけど、僕の場合は教室なんですよ。ああ、みんなで、子供たちとかね、まあ、子供たちだけじゃないです、いろんな方に試してみたいって言うされる方、はい、経験、実際の方で、黒猫堂さんは販売だけです、
はい、だからその辺ではまあ喧嘩もせずに仲良くさせていただいてますけどね。はい、では来年はそういう意味で、来年はそうですね、はい、手作りのものを何か売ってみたいと、はい、思います。期待してますんで、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、本日のゲストは、MC そして、まあ、ラジオパーソナリティとしてもね大活躍しております。でこれからは手作り作家としてもね飛躍しようというポチこと高橋桃花さんでした。どうもありがとうございました。そうですね、まあ、チームも使わずに、ね、はい、お金も使わず、いやいやいや、はい、ということで、はい、あ、告知をいきますか、はい、そうなんですよ、まあ、マネージャーさんどうですか、でもね、もうポスターも折れてるようになったんで、何ですか、まあ、ほんま正直なところ、やっぱりライバル心みたいなのないんですか、ないです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 、一緒に頑張りましょうっていうね。あ、そうなんですか。そうですよ、みんな仲良く、マネージャーね、何もないって、はい、かりました、もうどんだけびっくりするわ、仲がいい、そうです、はい、はい、まあね、仲良くほんまにね、うん、もうでも2人どっかでまた一緒に何かされることもあるかもしれませんしね、はい、切磋琢磨してね成長していただき、はい、いただきたいと思います。はい、はい、では、うん、告知の方ですね、はい、お願いします。はい、なんかね、タブレットスマホのマツの個別相談です。はい、ご都合のいい日付を無料で、うん、言っていただきました、はい、それで調節させていただきます、はい、平日の10時から18時の間で、はい、1時間2500円からと安いね、入っておりますのでね、うん、はい、一度お問い合わせいただけたらなと思います、はい、こちら野崎ほんわかスタジオの方がお問い合わせの方、はい、072-812-2918、うん、そしてドーナミクススタジオの方が06-6780-4955となっておりますので、はい、こちらの方にお問い合わせいただけたらなと思います。はい、お願いします。そして映画見教室ですね、はい、こちらもね、もう大好評でね、でこれからマリナさん、はい、ハロウィンはもちろんですけども、うん、クリスマスとかありますからね、そのカードを絵手紙で書いたらね、うん、年賀状ももちろんです、もうそんなんでもらったらめっちゃ嬉しいですよね。はい、ね、10月の開催日が10月の21日の金曜日、はい、10時半から20日までとなっております、はい、そして11月は11月の1日の火曜日、うん、2時から3時半、はい、そして11月の18日の金曜日、はい、10時半から12時となっております。はい、ではこちら野崎ほんわかスタジオの方でさせていただいてます。はい、こちらのご予約お問い合わせの方は、072-812-2918野崎ほんわかスタジオの方でしていただけたら、はい、いけますね、よろしくお願いします。はい、だいたい絵の苦手な方とかね、自信のない方、はい、そういう方ほどなんか味のある絵が描けるそうですね、手紙というのは、うん、はい、ですから今下手関係ないですって、ね、言うとありますからね、はい、うん、だからどなたでもほんまに参加していただけますからね、はい、でも初めてっていう方でしたらね、道具も全てお貸しいただけるので、うん、本当に最初、はい、なんかこんなんあるって聞いてんけど試してみたいわっていう人だったら、ね、本当身軽に、うん、手ぶらで来ていただいても大丈夫ですので、はい、ぜひ一度お試しください。はい、お願いします。はい、そしてアレンジメントフラワー教室の方がね、はい、開催されております。10月は28日の金曜日、うん、2時から4時の間となっております、はい、こちらね、もう多分これもこれが違うんでしたっけ、これは違うんだっけとは思いますけどね、あのね、うん、僕ちらっとこうの、はい、覗かせていただいたことあるんですけど、はい、教室、ものすごい明るい雰囲気でね、でまた先生も楽しい方なんですよ、ですんでこちらもほんまに初心者の方でもね、はい、気軽に気楽に楽しんでいただける教室になっておりますので、ね、はいはい、場所はこちらですよね、そうです、アスタジオの方でさせていただいてますので、はい、ちょっと気になる方はね、10月の28日のそのお時間に、うん、こちら覗いていただけてもいいです、そうですね、お問い合わせ一度こそ野崎本場カスタジオの方にしていただいても、はいはい、大丈夫ですのでぜひお越しください。そして、はい、ね、そうですね、ポスターの方からもちらっと紹介がありましたけども、はい、ラジオ岸和田つるつるの恩返し、はい、第3週土曜日が私と、はい、ポスター2人の、はい、担当でございます、はい、でね、今回のゲスト、はい、土曜日ですね、のゲストがこちら大東市で大活躍されております市民劇団 A、はい、はい、そこのまさにマドンナ、あの UFO ちゃんね、ご存知でしょう、マリオさんが出られます、出てください、はい、ヨーコさんが、で、マリオさん、その絵がちらっとありますんで、はい、はい、これですね、で、和樹くんがね、はい、毎回音響でお手伝いしてくれてるんですよ、はい、だから、はい、今回はほんまに知った顔が
揃った放送となりましたんでね、楽しい放送となっております。ほんでね、なんと、まあ、ゆうほさんの方からは市民劇団のね、定例公演の舞台のね、はい、告知もまたありますし、はい、ぜひとも聞いていただきたいんですけども、はい、なんと私は無茶ぶりしましてね、はい、オープニングで、うん、秋でしょ、はい、ですんで、うん、秋にちょっとちなんだ、はい、和歌、短歌ね、五七五七七短歌をカズ君作ってくれへんかって言ったんですよ、はい、だからカズ君を音響しながらってなって考えたんですか、必死になって考えてくれて、はい、なんと、はい、最後エンディングの時に見事な短歌を披露してくれてます。ですから聞いてください。はい、ほんまにね、へえ、これは考えたんですか、うん、見事な作品やなと。うん、ちょっとハードル上げますけど、いきますか。大丈夫です。はい、ほんまにね、うなりっぱなしの見事な短歌読んでくれてます。一緒ね、はい、10月の15日の土曜日ですね。そうです、はい、あれ7月の15日どれ書いてんな。はい、すいません、10月15日ですね。はい、あれ、なんで7月って書いてあるの。すいません、10月15日ですからね。はい、よろしくお願いします。はい、そして、マリアさん。その和樹くんが、なんと今、はい、すごいビッグイベントにエントリーしてるんですよ。はい、モテワンコンテスト、うん、モテワングランプリ2016、今開催中なんですけどもね。これはどういうイベントかと言いますと、いろんな部門があるんです。要するに、美男美女を競うコンテスト、お笑いを競う部門、ほんで、トーク、なんていうの、スピーチですね、競う部門、そしてダンス部門があるんですよ。はい、マリナさんやったらどこに出ますか。やっぱお笑いですか。お笑いできるかな。美男美女と言いたいとこやけど、やお笑いと言っときましょう。そっさんと2人でなんかね、コミコミで2人で、はい、出てください。ところが、まあ、私はもう美男美女のところにエントリーします。あ、もうちょっとごめんなさい、もう口あくいますわ。もうなんや、とりあえず次行くまでいいですか。はい、ほんで、カズ君はもちろんダンス部分です。はい、でね、1日1回投票できるんです。うん、僕ももう起きたらまず真っ先にすることはアイ君に1票入れることなんです。はい、ほんでね、検索していただいたら、モテワンコンテストで、はい、ね、こういう画面が出てきますから、はい、あ、トップ画面がまず出てきます。はい、でね、これ上見てください。ナンバー、エントリーナンバー、はい、で、あーゆって書いてるでしょ。はい、で、投票する、はい、必ずこれを確認してから投票してくださいよ。はい、よその人じゃダメです。あゆくんやって、確認してポチッとやってください。はい、その時にポチッとのことを思い出してください、ポチッと。だからこれからのポチは、あゆくんのボタンを押すポチにしましょう。ポチさんのポチはね、はいはい、もう次行こう。はい、何やねん、今やること言ってんやろ、ポチって。はい、みんなその時にポチさんのことも思い出すし、あゆくんにも1票入るからいいじゃないですか。はいはい、一石二鳥で。でね、何やねんその顔は。ほんで今ね、あゆくんのダンスは、はい、ほんまにね、みんなね、絶賛してるんですよ。マリアさんもバレエやってたから分かると思うんですけど、はい、ほんまバレエを見てるようなね、優雅さ、華麗さがあるんですよ、華やかさ。はい、ほんまにね、まあこんなことを言うたらなんですけども、ものすごいレベルは、僕ダンス素人です。でも僕がの判断ではね、いろんな人頑張ってますけども、やっぱあゆくんが実力引いててると思うんですよ。でも一人でしょ、あゆくん、いかんせん一人でしょ。みんな団体さんで出てるから、結構人集まるんですよ。やっぱね、迫力もありますからね。そうなんです、ね、あゆくんこれ一人です、孤独で頑張ってますからね。だからもう皆さん、ほんま応援してあげてください。ね、ちっとね、一日一回、はい、その時ポスターのこと思い出して、ちっとお願いします。はい、はい、そして、はい、森口宿ジャズストリート、はい、こちらもね、ほんまに一押しのイベントでしてね、はい、実はこの間の日曜日に門真のジャズフェスティバルというのがあって、僕お手伝いで行ってきたんですけど、はい、もう大盛況でした。うん、で今回は森口のジャズストリートです。うん、森口のいろんな各所でね、ジャズライブ、コンサート無料で楽しんでいただきます。はい、そしてメインステージがカナディアンスクエア、うん、森口市駅前です、京阪のね。なんとこのジャズストリートの一番の花形というか、まあ、よりすぐりの出演者が登場する場所です。そこの MC がなんと、知ってますか。そうなんですよ、マリアさんらしいんですよ、らしいんですよ。はい、ちょっと私、その実行委員会ですから、はい、実行委員ですから、ね、はい、ちょっとまあ今回、新たな、ね、風を吹かすためにね、ちょっとこのメインステージに、マリアさんどうですかとちょっと言わせていただいて、はい、まあ、そのご意見が、ね、通ったというか、皆様方がね、んだらそうしましょうということで、
あの MC の配置替えが行われて、マリアさんが恥が怒られたんですか？怒られた。なんかあのだってこの人をこっちへとかなって、マリアさんメッセージとかあったんですよ。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。23日のね、はい、で本当に申し訳ないんですけどね、私この日実は、はい、あの当初 MC させていただくことになっとったんですけどもね、ちょっとあの落語の方でね、大阪の大正区の方に行かなければいかなくなったんで、留守にします。あ、そのせいですか？いや、そのせいじゃないです。そのせいでかな。そのせいじゃないですけどね、はい、はい、で、同時開催の手作り市、はい、ここでもね、はい、今言うと編み物作家さんとかが、はい、出展されます、はい、僕声かけさせていただいたね。で、そちらのブースもいっぱい出ますからね、ほんまに一日中楽しんでいただけるイベントですんでね、はい、だいたいね、午前11時ぐらいから、うん、夕方5時ぐらいまでですかね、あ、5時過ぎるかな、メインステージはもうもっと6時ぐらいまであると思いますんでね、楽しんでいただきたいと思います、はい、そして、はい、心を癒すフェスタ、はい、憩いの箱庭 in 桂ということで、はい、これはマリアさんのね、はい、ご友人のしずさんが企画されたイベントで、朗読アリーノ、はい、で、ピアノ、まあ、キーボードになるんですかね、トクルート の、 あのリプルさんというね、ユニット、はい、で、あと、大東市で大活躍中のね、あ、大東中心に、はい、ジャグリングサークルのドロップさん、そして私もゲストで呼んでいただいているイベントなんですけどもね、こちらが、10月の30日の日曜日に、はい、京阪駅前ショッピングセンターのテルプラザさんね、はい、そこの2階、佐合桂さん、はい、喫茶店ですけどもね、そちらの方で開催されます、16時からとなっておりまして、木戸線入場料ですね、ワンドリンクついて1000円、お安いですね。マリアさんもなんかテルプラザのお店紹介されるんでしょ？あ、なんか拓州さんのところまでの、ご紹介させていただくんで、あ、なんかそういうようなことを伺ってますので、はい、またよろしくお願いします。こちらもね、ぜひともお越しくださいませ、はい、はい、そしてあともう一つあるんです、はい、はい、はい、森口氏君がジャズストリートのね、はい、もう闘病を語る最後を飾ってくださいますのが、日本人として2度のグラミー賞に輝いたトランペッター大野晋三さんのコンサートです、はい、私ね、去年舞台監督させていただいたんですよ、実は。で、今年もお声をかけていただいておりましてね、はい、大野晋三さんのこのコンサート、うん、で、またステージで大野晋三さんとなんかちょっとトークも、うん、あるんですか、はい、っていう声も今かけていただいてるんですけど、ね、まだちょっとどうなるか分かりませんけどもね。で、こちらの方が10月30日日曜日、午後6時開場、午後6時半開演、場所は大日駅ですね、地下鉄旅増線の大日駅を降りられて、ちょっと歩いていただきますけども、ムーブ21という会場がありますのでね、そちらの方になっております。ほんまにね、グラミー賞2回日本人で取られた大野晋三さんだけですからね、ぜひともこちらもチェックしていただいてね、はい、ほんまに芸術の秋、音楽の秋を堪能していただけるコンサートになっておりますんでね、お越しいただきたいと思います。はい、はい、ということでございました。いけますか、もう。はい、大丈夫です。今もうやりきったみたいな、まだ言われてないけどと思ってびっくりしたよ。いや、私ね、ジャズ実行委員会実行委員ですから、ね、はいはいはい、責任がありますのでね、うん、はい、責任感を、まあ、果たしたと、はい、ということでやりきりましたか、はい、これからあと商店街回らんとかはい、はい、それではね、本当に、ね、寒くなってほんまそうです。回りましたのでね、もうタオルケットやめてくださいよ。いや、十分、拍手さんがね、もうびっくりするから、もう来月はね、花子はやめてください。あ、そうですね。あ、ほんでね、はい、もう10月はもう全ての日曜日も僕落語会埋まってるんですよ。もう落語なんですよ。ですんで、お客さんにやっぱりいいね、講座をやっぱりね、舞台を見ていただくには、はい、花声というのはもうね、申し訳ないんでね、はい、もう全体で、なんて言いますか、ベストコンディションで、はい、お話を聞いていただきたいと思います。はい、それではね、はい、また来月ね、そうですね、お会いしましょう。もう11月は早いですね、もうはい、いや、ね、来月も、はい、元気にね、はい、お会いいたしましょう。バイバイ、はい、バイバイ、どうもありがとうございました。